マジどうも、知らぬしりと爆撃長頑張るです。今回、シラで初のドッキリやってみます。まあ今回見ての通り、3人ということで、まあ今回はドッキリのターゲット、やつがいない、やつです。青い精神、かぼったよ。青い精神、イモにドッキリを仕掛けたいと思います。今回ドッキリの内容なんですけど、イモニーって結構普段から自分の話になると結構話してくるんですけど、結構グループで話してると、おちょっと人数多くなると結構黙り込んじゃうところがあって、結構なんか流れに身を任せてることが多いんで、今回の企画は撮影じゃ始めようかっていう、もう今日撮影で集まってるんですけど、撮影で集まってるにもかかわらず、ずっとみんなでダメって言ったら、早く撮影始めようやって言わないんじゃないか説っていうのが僕の中でありました。今回それを、まあ、ドッキリと言いますか、まあ、いつになったら彼が、はい、いつ撮るとみたいなって言ってくるかっていうのを検証したいなっていう意味で、大体言い出すのは白さんやんですね。まあ大体俺が白かっていうので始まるけど、それを俺がずっと言わずに喋ってたらどうなるかっていう、まあ、言ったら終わり、言ったらもうその場で終わり。まあドッキリというか検証にも近いかな、ドッキリ兼検証みたいな感じでちょっとやっていこうかなと思う。多分リアルに1時間くらい言わない説ある。俺は俺も極端に今日ないもう集まってダメってご飯行くみたいな。もう俺は多分彼からは多分言わない。あーだからもうタイムアップ、タイムアップ、タイムアップなんで、ちょっとタイムアップの可能性が非常に多いんで、もう1時間くらい経ったら誰かに切れます。ちょっと不意に、もう不意に切れます。その意識レベルの問題をちょっと追求していこうではないかと。ドッキリ仕掛けられるか怒られるって。まあこれドッキリっていうのはもうブチ切れドッキリも入ってるリュウジーリュウジーすぎる。それで行ってき、マジマジマンジ、これアルトドマと同じやつ。アルトドマです。いや、それドマセンス、これ3つが買っとったら。いや、いないんだよ。パス前提なんだけど。いや、でもサッカー企画で別企画で撮るけどね。あ、別企画ない、別企画で撮るけど。3つぐらい買ってけ。だってこれ、3000円3600ぐらいだったね。送料込みとかでも、アマゾンプライムやったら安くなるじゃない。そういうのない。しっかり寝とおけた。しっかり寝とおけ。タスキバを取っておけ。いや、いいか、じゃあタスキバを取ったらお前1回で終わりやん。いやいや、1回しか耐えれんやんかって。1回は耐えれるよ。1回しか耐えれんねん。これめっちゃ高いやつを買ったんじゃん。高くない？あ、そっちは高い。あ、そっちは高い。相当もう上角度だと思う。天井くらいまで。でもドンキ行った時に、ね、俺言ったんですよ、後々ドローン買いたいね。あー、ドローンはね、そうサッカーしないとも取れるじゃん。で、ドローン狙撃とか言っちゃうよ、フリーキック。まあ、キックよ。ここは隙間まんま。で、それもそう操縦する人あってな、極限みたいな。もはやさ、ドローンじゃなくてさ、まあ、ラジコンでラジコンでやってたらドローン狙撃する意味がない。じゃあもうリスクを言いすぎて。停電も吉明のラジコン買って楽しみにしてるっていうのを俺は狙撃で落とそう。あ、そういうことね。買っとるもんってことね。楽しい、いやこれいっちゃねっつって買って、俺はそれなんか別企画でカメラつけようつってつけさせて狙撃するみたいな。カメラは特玉引かないかな。10円引かない。10円引くけど、まあ、まだだと取りに行っちゃう。貯めた貯めた。今10個ある。お前、ちゃっかりやっちゃったな、お前。お前、たまになんか入れるもんね。ちゃんと聖徳太子取る。聖徳太子なんで？聖徳太子よね、今度は。今は聖徳太子。レッドストーリー。あれ、どうする？考えろ。そう、しかも、それであれ、構えるとか当たるかも。構えるよ。いや、お前、いらんも構える。やば。鬼丸持っとる？鬼丸持ってない。ヤンバル持っとら？ヤンバル持ってない。お前、おー、タムシだと？あ、ちょ、おー、そうだ、何だっけ？あ、いった？うん。いや、トラトモ？トラトモ、レイラも押して準備しとお前。終了！
そういうドッキリやった。ああ、そういうことか。つまりそういうことです。うわー、まあ、結果イモリーは自分から言葉を発さないっていうのがあったんで、これ俺らがずっと話し続けてたらイモリー撮影始めようって言わないんじゃないかっていう説があったんですけど、何分ですか今タイム。仕事に向けて、まあ、しっかり集中してたっていうのが成長してるってこと、成長が見られたんで、ドッキリ的にはちょっと残念やけどね、まあ、1時間ぐらいいくんじゃないかなと思う。俺らはもう60分を限度にしようかなって思ったけど、誰かに消えるって言ってたそこまでいかずに行ったんで、お待たせないかな、すいません、ありがとうございます。今後ね、ドッキリもやっていこうかなと思うんで、まあ、ぜひね、この動画が良かったと思ったら、ぜひ、チャンネル登録と、高評価ですね。